写真拡大。13日、東京競馬場で行われた共同通信杯、3歳ギーエ芝1800メートルは、中段からレースを進めた松山公平騎騎乗の3番人気だが勝ちタイムは1分47秒9、勝を重ね。直線で外から突き抜け、2頭レースの売り上げは58億6079万8800円で、エフフォーリアが優勝した昨年の57億1497万200円増加となった。